はい、ハルです。今回はですね、めちゃめちゃ簡単かつおしゃれなアートを描いていこうと思います。まずはね、ベタ塗りしていきますね。で、綺麗にベタ塗りするポイントなんですけど、ある程度ね、絵の具をのせて側面もしっかり塗った後に、乾かないうちに大きめの乾いてない筆で上からね、優しく塗ってあげます。そうするとね、表面が平らになるので、めちゃめちゃ綺麗なね、フラットなベタ塗りができます。あとはもうひたすらね、もう優しく塗ってあげることがポイントかなっていう風に思いますね。はい、で、完全に表面が乾いたら、まずね、白とか明るい色で雲を描いていくんですけど、ここはね、もう完全にもう自分がね、思うままの形に描いてみてください。まあ、モコってね、膨らましてあげるとより雲っぽくなりますね。で、ベタ塗りするときは、上からね、どんどん色を重ねていくんですけど、絵の具がね、盛り上がって固まってしまわないように、こうなだらかにね、グラデーションしてあげてください。色のグラデーションじゃなくて、絵の具の高さのグラデーションみたいな感じ。アクリルとか不透明系のね、ガッシュの絵の具って結構固まるとね、ボコってしてしまうので、それがね、あると綺麗なね、フラットなベタ塗りはできないんですよね。なので、こうなだらかな坂道にしてあげるようなイメージで、力を抜いて下にね、シャッシャッてしてあげるような感覚で塗ってってあげてください。で、白で額縁が取れたら、次はね、さらに薄い青ですね、で塗り重ねていきます。基本的にね、これの繰り返しです。これでね、結構ね、おしゃれな絵になると思いますね。で、徐々にこう重ねていくにつれて、色を濃くしていくっていうような感じです。もう形はね、もう本当に自由です。どんな形でも大丈夫。で、できればね、側面も塗ってあげた方が、より絵としてね、まとまって立体感が出たりするので、おすすめです。で、あとポイントは、結構私早送りにしてるんで、ババババって塗ってるような感じに見えるんですけど、ちゃんとね、完全に乾くまで待ってあげてください。動画では3分ぐらいなんですけど、現実ではね、乾き時間含めて2時間とか、それぐらいかかってます。まあ、あとは私はね、空といえば青で描いたんですけど、これ夕方のね、オレンジとか赤とか黄色とかで描いてもめっちゃ綺麗だと思います。で、いつもね、これぐらいのサイズのキャンバスってどこで買ってるんですかって言われるんですけど、ほとんどね、Amazonさんで購入してますね。あとは画材屋さんの伊藤屋とか世界堂さんで購入することが多いかなと思いますね。はい、そんな感じで最後にね、調整をして、飛行機さんを描いて完成です。結構ね、大胆な構図かつベタ塗りのね、美しさが際立ったいい感じの作品なんじゃないかなって私は思っております。簡単なんで、ぜひ皆さんも描いてみてください。じゃあ、バイバイ。